はい、どうもルーシーです。電球争奪戦やっていきたいと思います。チャンネル登録と高評価、今のうちにお願いします。さあ、久しぶりの電球争奪戦。おや、まずは軽く上がりたい。いきなりペンチャン埋まっていくスタイルでいいんじゃないですか、これは。形悪くないと思います。さすがにこれはテンパイ取らず、リーチですね。これはリーチいいですね。先制リーチ。ペー今ラグりましたよね。あ、回してくれたかな。ペー泣かないで。これはツモ一人旅だったらいいな。やっぱペーで一旦回してますね、トイメンの方。サクッとウーソードラ積もってほしいんですけど。なかなか出ないな。なかなかドラは出ないと思うんですけど、もう1枚ぐらいローソーが見えたらパッソーあたり。おっと、さすがにここでリーチは想定外。はい、ドン。リーチピンフドラドラガンガン、いいスタートだ。さあ、親をもう一回やっていく。親はね、上がったらもう一回できるっていうルールがあるんで、それを使ってもう一回親やっていきます。なんだ、E ピンあたりの方がいいかな。これがミスにならなきゃいいけど。E マン出ちゃったな。さあ、スーソー引いてくれたら一番嬉しい。まあしょうがない、リーチでしょ。今急走トイメン間に合ってますね。これはどうだろう。でも2人とも急走を持ってきたらいらないっていうことなんで、山に2枚はあると願いたい。リーチドライチ、まあいいでしょう。これで上がれればいいと思います。トイメンやっぱり9万でまた回してくれてますね。やっぱリーチ強いっすよね。こうやって手を止められるっていうんで、どんどんリーチしていくスタイルでやっていきたいと思います。でも赤ウー切ってるってことはサブローもなさそうっていうことで、あ、ローソー出た。あー、今それを言おうとしたんですよね。赤ウー切っててサブローソー待ちはないだろうっていう感じで、ローソーが出ないかなと思ったら出てくれました。さあ、親はね、上がったらもう一回やっていいっていうルールあるんで、もう一回やりたいんですけども、ここはさすがに上がれる手配じゃない。国士もやってる暇はない。まあこれはもうペー重なりました。何も重なりました。何がさらに重なりました。もうこれは上がれませんね。いや、ペーは泣かないです。泣こうとしてるけどやっぱり泣かないです。これは上がれない。パッソーが2枚切れていく。もうハクは絶対自分から出さない。パスは3枚目。もう上がりはないっすねこれ。あ、ペーも切れました。もう絶対上がれないねこれ。
一応吐くは泣くけど、余白ない小そ、あ、チーピン来てペーペーと落としていく。いやどうだろう、いや無理だろ、白ここまで来たら出ないでしょ。あっとリーチから取りましょう。あーもう店じまいです。取った。うん？あ、急走ね。びっくりした。あ、パーピンと急走。まあまずはこのリードを保ったまま難波に行くぐらいの感じがいいかな。シャアどうしようか。泣いてもその後の形が悪い。でも光ったらすぐに泣きたくなっちゃうのが、泣きたくなっちゃう。やっぱり泣いちゃう。こっからどうすんだっていう話だよ。まあ、2万9万安牌にしようと思ったらチュンが重なっていく。何も重なっていく。これトン、トイツ落としから振り込んだパターンか。いやーこれトイメンきつかったんじゃない。こっちとしてはめちゃくちゃ嬉しいけど、これはチートイか本一トイトイか。どうだろう、泣く。本一トイトイ一直線泣く。いいね、早い、ハネマンチャンス。トイメンからペーポロッと出るんだな。これが預言者か。いや一番いいとこから出た。さあここで決めたい。もう親に反撃のチャンスすら与えず、ここで決めたい。勝ちが見えてきた。一応ね、親の安牌をちょっと抱えつつ、トンはないな。トン泣かれるのが一番もったいないからトンはなかったな。まあいいか。オッケーオッケー、いいよ。初ドラ1とかトイメンから上がっちゃっていいよ。嘘出てきた。何待ちかな。通りそうだよね。スーピンの出が早いからギャンピンあたり切っておいて、そうそう、うん、9万も何もないからとりあえずは振り込むことはなさそう。あーダイソーになっちゃった。これは勝っていいよっていう合図ですかね。つーか何待ちよ。想像ないよね。
まあ急走でもいいけど、急走と、お復帰してきた。急走はまだ振る可能性があるんで、トイトイとかだとあるんで一応切らないけど、ドラだけどいいや。とりあえず下茶に振らなきゃいいや。いや上がっちゃっていいんだけど。ああパーピンあるな。ウッパーピンあるね。ないか、どうだろう。あパーピン出てきた。赤ウート変えたかな。パーピン安牌、一つ安牌。が降りだな。あぶね、やっぱ急走あるよね。トイトイ、あ、じゃねえんだ。シャーと急走のシャボか。シャー初ドラ。ありがとうございます。勝ちですね。はい、元急争奪戦勝利ありがとうございます。さあ弾が1個増えて経験値もトップラスなんでもらえますね。これはは、い1個プラス、残り2、4、6、残り8個、レベル2まで残り8個まで来ました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。